皆様おはようございます。福岡の質屋、春町質屋の吉住佳奈です。11月17日、木曜日。そうですね。まあ、曇天ですね。曇ってますね。寒いのかなと思ったら動いたらっていう、なんかちょっとこう、中途半端な雰囲気です。で、とても乾燥しています。加湿器を持っておられない方は、ぜひ、タオルをですね、絞ったのを、顔の近くにかけておかれるだけでも随分違いますので、ぜひ、加湿をなさってください。風邪対策になります。ということで、今日も一日、よろしくお願いいたします。